はい、こんばんは。西粟倉村の山根です。久保師匠、先ほどね、僕の YouTube の分析ですね、分析をしていただいて本当にありがとうございました。そうですね、僕 YouTube をね、こう始めたのはですね、結構アカウントは以前から持ってたんですけど、こう2017年ぐらいにね、ギターの下手くそな動画をこう上げて、なんかね、その時にまあ何か自分で変わらにはいけんなっていうことを思って、まあとりあえず何か始めようっていうことでこうやってきて、それでですね、こう2019年の5月の25日に、こう三重県のバランスボールオフ会でね、久保師匠と初めてお会いして、そのリーダーであるひろこさん、他ね、メンバーの方ともお会いして、その後にですね、よし、さらに僕はちょっと顔出しで やっちゃろうかっていう感じで、こう YouTube をね、始めてみました。最初のうちはですね、こうやっぱりね、こうお金を稼ぐとかね、そういうことを頭に置いてこうやってきたんですけど、今ですね、それもやっぱりあるんですけど、こう YouTube をね、始めて、こうすごいつながりですね、こう三重県のバランスボールオフ会のメンバーであったり、今 YouTube 部のね、メンバーともこう常にね、交流ができて、これすごいなと思ってね。というのはね、僕のね、このお金を稼ぐっていうことが、まあ、まず一番にあったんですけど、それもなんですけどね、一番驚いたことがですね、やっぱり僕以前からね、もうずっとね、人目を気にしてずっと生きてきた人生なんですけど、この YouTube をね、始めたことで、その人目を気にするっていうことがもうなくなったんですよ。だからね、もうバカなことばっやってももう平気、人にこう何を言われようがね、平気っていう感じになってきたんですよね。これがね、僕すごいね、成長、何かを変えにゃいけんっていうことで、これ変わったなと思ったんですよね。もう本当にこの YouTube の力ってね、すごいですね。だからこう皆さんにもね、こうやってほしいと思うんですけど、こう SNS のね、ことでこう最近でも事件があったように、こう中学生の女の子がね、こう見知らぬ男性とこう会うみたいなね、ことがあって、こう何日も帰らないっていうようなことがあったりした、この事件の中で、この SNS をそういうふうに使うんではなくて、もっといい方向にね、人をもう励ますとか、それこそ本当に人のために人とのつながりを大事にするっていうふうにこう向けたらね、もうすごい力があるんじゃないかってね、思っています。これはね、もう最近特にね、皆さんとのつながりをの中で感じたことですね。うん、いや本当にね、そう、本当はね、こう僕ももっと再生回数があって、こう登録者様もバンバンと増えて欲しいのはね、本音はあるんですけど、でもそればっかりではね、ないですね。やっぱりこの YouTube の素晴らしさっていうのが、本当に人とのつながりっていうことが勉強になりました。だからね、僕今後もこうたまにっていうか、いつも変なことばっかりやってるんですけど、そういうことであったり、もうバカになれば何でもできるっていうね、こう心がね、鍛えられましたんで、それでやっていこうと思います。まあ、こう登録者様が増えるとか、再生回数がどうとかって、もうそれはもう二の次にして、僕はね、その人を励ますとか、そういうことをもう一番に考えて、今後もね、発信していきたいと思いますので、本当に今日は師匠ありがとうございました。それでね、またこのあとね、
今日何本か撮った動画も上げたいと思いますので、ですね。はい、ということで、こう、あまり長くなってはいけないので、では皆さんもね、こう、この番組を、この放送を見ておられる方も、こう、何かのきっかけになると思いますので、YouTube をね、ちょっとでもいいので始めてみましょう。何かきっと変わりますよ。ということで、失礼します。はい、また放送します。